今日も思い切っていく始まります。今日のお客様はね、はじめ切っていくさん。これちょっと悩んだんですけどね、ちょっと後のお楽しみで、はじめ切っていくさんです。はじめ切っていくのお客様は奥田貴久さんです。どうぞどうぞ。どうもこんにちは。どうぞ今日よろしくお願いしま す。奥田貴久さん、奥田貴久さんはね、今日はね、美浜町から来ていただきました。そんな奥田さんは何をして見えるんですかね、何の会社を。はい、桜清涼社という会社へ勤めております。あ、そうなんですね、はい、桜清涼社さん、清涼社さんって滑舌悪いんですけどね、はい、あの清涼社さんは何をされてるの。主に自販機の設置、はい、管理、はい、でメンテナンス、メンテナンス、はい。自販機を置いとる人やね。あれめちゃくちゃ重たいですよね。ユニークで釣りますんで。ユニークで釣るけど、はい、あれ1個300キロ、400、500キロ、500ぐらいあるの、はい、やばいな、やばい。倒れたらやばいですよね、はい、倒したこととかない？ないです。あ、ドキドキする壊したらあかんねんな、やっぱり。そうです、そうです、もちろんですもちろんです、はい、400キロ、500キロぐらいある、はい、自動販売機を設置しているいろんなところに、はい、大体だから、どの辺の販売機はオレンジやでって感じなんですかね。そうですね、美浜町内にあるのは大体そうです。そうなんですね、はい、美浜町ではジュース買わないとなるんです ね、 そうですね、買ってもらわないとね、はいはい、そんな感じでね、どのぐらい清涼社さん、私ねちょっと桜清涼社さんっていう名前ちょっと好きやなと思って、なんか爽やかな感じしません？ね、いいと思う。そうですかね、はい、いいと思うんです。そんな感じでね、どのぐらい続いて見えるんですかね。創業で60年ですね。60年っていうとね、はい、結構なもんですね。私よりずっとやっている、はい、ね、年齢超えてやっているということで、何代目かさんですね。一応3代目になりますね。はあ、おじいさんがやられていたということ で、 おじいさん何、自動販売機ない時代やよね。そうです、はいはい、自動販売機ない時代におじいさんって何を。もともとはラムネの製造販売ですね、小売り。ラムネ、はい、あのビー玉の入った、ビー玉の入った、それね、はい、子供の夢ですね、はい、あのラムネ買うの。そう、はい、そうなんですねえ、ラムネを販売してただけじゃなくて製造してた。製造ですね、おじいさん、はい、マジで、はい、それすごくないですか。そうですかね、まあ、昔はそれしかなかったっていうのもあるんですけど。あ、本当ですか、はい、ラムネの製造しとる人におったことないでしょ。ないですよね。あ、あるんですね。あ、あるんですね。あ、田舎にはあるんかな。私は初めてなんですけど、はい、結構瓶詰めにしてビー玉入れて、あれもともと入っとるの。はもともと入ってますね。でそこにラムネを入れて、ラムネのジュースをこう入れてパックして販売するっていうのを、はい、おじいさんがやっとった、はい、おじいさんもそれラムネの製造販売をずっとされて。そうですね、はい。そっからお父さんの代になって、はい、時代とともに、時代とともに自販機の方に、うんうん、時代とともにあのビー玉の入ってるやつもなくなってきたもんね。そうなんです。今はちょっと駄菓子屋みたいなところでちょっと珍しくて売っとるみたいな感じで、はいはい、今になると結構言われるんですけど、昔を知ってる方はですね、あ、ないのって言って、ないのっていう形で、孫にも飲ませたいしみたいな、ね、自分らが飲んどったも孫にも教えたいしみたいな、うん、娘にも息子にもっていう人おるやろね、はい、でもありますけどね、たまに見ますけど、ね、本当に駄菓子屋さん今はちょっとね、おしゃれな駄菓子屋さん流行ってますよ ね、 すね、はい、あのショッピングセンターに入っとるような、はい、あんなとこにちょっと置いてあったりしますよ、ね、そうですね。あれでも大量に作っとるわけじゃないんかな、だと思います ね、 ね、そこまで大きく作ってしてないかな、そういうのを作っていて、でも今はもうあんまりないし。そうですね、それよりも今時代が変わってきたで、自販機の方に、自販機の方に変わってきてね、はい、それはお父さんの代くらいからやっぱり。そうです、ね、はい、で今は自動販売機の設置とメンテナンスをずっとしとるということやけど、はい、だいたいでも小売卸売とかもまあやってますね、しとるんやったらどんな感じで、どこからどこまでの範囲とか、こちらで言いますと、うん、美山、美山、はい、美山、はい、美山、京北町美山やね、美山から、うん、和歌山のですね、うん、勝浦町の向こうの太地町ですね、うん、太地町分かりますかね、はい、和歌山のクジラの町ですね、はい、クジラの町太地とかって書いてあるところ、はい、あんなところまで行くんですね、はい、あ、で他には
はい、深山、まあ、太地の方で奈良県の方に入ってですね、うん、下北山、上北山村っていうところがあるんですけど、そこまで行くんですね、はい、あすごい、山越えていくの、山越えて結構大変よね、結構大変、時間もかかる、時間もかかります、道もうにゃうにゃ、そうですね、そうやよね、ま、はい、っすぐな綺麗な道を通るとは想像ができやんもんね、はい、山道です、ね、山道、なんか熊野古道のなんかっていうような通路やね、はい、こうそこまでひどくないですけどそんなことないですか、はい、はい、なんかそうなんですね、はい、結構広い範囲で、そうですね、卸売りとかされとるということやね、はい、結構持ってかれるんですね、こっちもこっちも、はい、結構大変ですよね、毎日大変です、でこれから、うん、これから夏場のシーズン入りますので、うん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 、結構ドリンク清涼飲料水は結構出ますね、はい、そうです、出ますし飲まなダメやし、そうですね、ね、はい、頑固に飲まへんっていう人は多分おらへんやろけど、はい、普段あんまり水分取らない人でも取らない、やっぱりそうですね、ダメですよね、熱中症にやっぱり、ね、対策っていうことで、はい、今日ここにねちょっとこんな感じでこれから熱中症対策してくださいねっていう、もう今からですもんね、そうです、今からです、今から、はい、どん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 暑くなってくるし、で家の中におっても熱中症ってあるし ね、 ありますね、で年配の方はちょっと気づきにくいっていうと で、 そうです、ね、余分にね気をつけて水分取ってもらいたい、今こういういいのが出ているんで、はい、ぜひねぜひぜひ飲んでほしいなと思いますね、はい、お願いします、そういうのでね、もう外行く時も中におる時でもやっぱり夏は水分取らないとダメです、ね、そうですね、怖いですよね、はい、やっぱりね塩とかそんなことも言いますけど、 そうですね、そんなも含めて水分ね、はい、水分もいるんでね、ほんで自動販売機、コンビニの時代ですけどやっぱり自動販売機ってあると、あ、ここにあったこれじゃあこれっていう感じでね、気軽に寄って買えるっていう、気軽に寄って買える、はい、対応してくれる人なんでね、はい、本当に気軽やよね、はい、そうですね、はい、それけどコンビニの時代やけど、コンビニもコンビニからコンビニまでの間が結構ね、こう次のコンビニにしようかなと思ったら全然なかったっていう時もあるで、やっぱり自動販売機あるとありがたいし、そうですね、ね、で熊野古道とか行ってる人もやっぱり、私ら熊野古道はちょこちょこ歩いたんですけど、はい、こっちに何に来て降りてきたところでちゃんと自動販売機があると本当に嬉しい、でも売り切れが多いっていうああいうのね本当に嬉しいで、ね、はい、歩いてるこう散歩コースとかにあると絶対いいと思うし、そうですね、ね、こうね、ジョギングコースとか皆さん最近流行りですもんね、そうですね、ジョギングとか散歩とか、散歩はよくされてます ね、 ね、そんなコースに絶対置いてあるといいと思いますよ、はい、分かりました、いいと思いますよ、多分置いてあると思いますけどね、はい、それで自販機見つけたらぜひね買ってほしいなと思います、はい、そんなね、そんなね、有限会社桜清涼社さん、これを誰が名前つけられたの、これは祖父ですね、がつけたんですね、はい、いいですね、私この名前すごく好き、すごくいい感じがする、いい感じが伝わってくるんで、すごいいいなと思いますで3代目さんで頑張っとるっていうことやけど、やっぱり、はい、そのね、サイダー、はい、炭酸、はい、ラムネの販売がずっと続くっていうことはないです、はい、なかったですもんね、そうですね、今あればいいなと思うんですけど、今は絶対あったらいいのにやけど、はい、さっきも話しとったけど瓶を作るとこがなかなかなくなったっていうことでね、はい、やっぱり瓶作るのってだん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 一升瓶とかもこう減ってきたっていうのありますよね、だんだんペットボトルとかああいったものに変わってきてるんで、あれ瓶もなんかお返ししたらいくらか戻ってきてっていうような時代があったけど、 それをまた作り直したり洗浄したりとかして、それ洗浄してもう一度使いますんで、ね、使い回しとったって、はい、質のいいガラスの瓶があったんですよね、そうですね、昔はあったと、だけど今はもうペットボトルとかに変わってきたら、はい、なかなかそのこうリバースっていうの、なんていうの、リサイクルみたいな形でできない感じなんかな、難しいんじゃないかなと思います ね、 ね、あ、今あったらめっちゃいいですよね、本当にいいと思いますね、ね、居酒屋とかでも嬉しいしなんかちょっと喫茶店とかにもあってもちょっとね子供心をくすぐる、はい、大人の子供心をくすぐるやつです ね、 ですね、はい、子供は子供で楽しいですけど大人の子供心をくすぐるで、ね、多分みんなちょっと飲んでみようかなって思う、そうですね、今あれば本当にいいと思いますけど、瓶があればね、瓶があればしたいところですよね、はい、本当ですね、でも今はもうこう時代とともに設置しとるんだけど、そんなね、はい、奥田さん、はい、奥田さんね、高久さんはね、自動販売機だけじゃなくて実は美浜町は
やっぱりみかんの餅です。よかった。相談なしにちゃんと出てきたのよかった。ちょっと嬉しかった。はい、あドキドキしたけど、美浜町、みかんの町、はい。これね、すごいですよね。これ美浜町の人がね、ああ、もう思い出しました。来てもらうのね、初めてなんです。ここにね、ここのゲストで美浜町の人が来てもらうの初めてなんで、ちょっと嬉しいんです、私も。美浜町の人来てほしい、来てほしいってずっと言っとったんでね。だけど、やっぱり距離的なことがあるもんね。あんまり無理も言えやんしっていうこともあるもんね。だけどなので今日は初めきってくさん初めて来てもらった一番最初の美浜町の人で初めきってくさんなんやけど美浜町ははいやっぱりみかんの町みかんの町ってことでねでねみかんの町ってことで一年中みかんが取れるんですねそうです年中みかんが取れます、はい、ね、はい、私ね美浜町にも何回かねあの連れてもらって行ったんですでみかんももちろんやしって言っていろんなものを見せてほしいでと思っていろいろ回ったりしたんやけど、はい、みかんパンフレットみたいなのあるじゃないですか、はい年中みかんが取れる何でみかんが取れる中、はい、表があります12ヶ月分あるんですね、はいはい、年中取れるんですいいですね、はい、食べますかいいです結構ちょこちょこっとつまみ食い程度に食べます、ね、私はその冬以外に食べるみかんってあんまり食べたことないけど美味しいんかな美味しいですね美味しいんじゃなかったらダメやもんねそうですそんなみかんの話をしとるんやけど、はい、みかんの話みかんの仕事もしているみかんしてましたね以前は以前は、はい、で同じ、まあ、みかんの会社もあるっていうことですねそうです、はい、それをちょっと話しさせてほしいなと思うんですけど後ろに今日はみかんの箱がちょっとここに置いてあるんやけどねみかん一年中みかん、はい、これもデザイン可愛くていいんですあ、なんかこれも本当にデザイン可愛いですね誰が考えたんですかねみかんがついてるねこれみかんですで年中みかんの取れる町美浜町ですそんなとこですやっぱり南に近い南はあったかいそうですね気候がやっぱり気候がそういう気候だからこそ取れるっていうことやね、はいはい、あの最南端にほぼ本当に近いですもん ね本州最南端、はいわかりますかね本州最南端に近いんですより南に近いから暖かいだから一年中美浜町はみかんが取れるんですよということでこれ売りなんですね、はい、でそこでねみかんのお仕事ってどんなお仕事なんですかね、契約農家さんからですね、はい、みかんを出していただいて、はい、で私の方で選別箱詰めして、うん、こういう箱に入れて、はいで、はい、市場へ出荷するっていう。あー、ということは契約農家さんのみかんを全部集めて一旦ここを集めてもらって、はい、何でした丸安ですね丸安奥田柑橘出荷組合という長い名前なんですけど言いたがらんですけど今言ってもらいましたそういう名前がついている出荷場があって、はい、契約農家さんからいっぱいみかんを持ってきてもらうんですね、はい、でそこでこういう箱詰めにして出荷するっていう、はいはい、あのセンターもそうですね選果場みたいな形選果場みたいなミニ選果場みたいなことが、はいあるんですね、はい、それもやってられて前はその仕事に携わっていたってことですね、はい、また違うんですけど今は清涼飲料水の方に行っとんやけど同じ会社で、はい、あのみかんの方もやっているっていうことで、ね、これに関してはねすごいんですよねここの近くだと尾鷲そうですね尾鷲に、はい、ここに書いてあります尾鷲に店舗がある実店舗があってねそこにもみかんを置いてます置いてます、はい、でいろんなものが物産置いてあるそうですね自分のところで作った梅干しですとか、まあ、みかんのジュースとかですねいいですよね、はい、みかんのジュースも作っているみかんのジュースもはいあそうなんですね、はい、わあそれすごい自分のところで作った梅干しってそれは和歌山からいえいえ美浜町で取れた梅美浜町で、はい、取れた梅干し梅で、はい、梅でよだれ出てきたちょっと梅干しのことを頭に考えるとよだれ出てきませんかそんなことないよだれ出てきた、はい、あ そうなんや、はい、だから美浜町はやっぱあったかいで梅も結構取れるそうです梅も作る、はい、作ってるんです作ってるとこもあって、はい、それを梅干しにして売っている、はい、そうですあなんか家庭の味いろいろあります味付けしたもの今はいろいろありますね、シソの梅干しとかですねとか鰹梅とか、はい、いろいろもう本当に酸っぱいのとか、はい、酸っぱくないのとか、はい、いろいろ作ってる、ね、そんなのも置いている、はい、物産やね本当にねそうですねでこういう店舗がね近いところでは尾鷲なんやけど那智勝浦和歌山ですね和歌山ですね、はい、新宮、はい、で通にもある、はい、すごいですねでそこで出荷
とはまた別にみかんを出していて梅干しですからこちらのみかんをこう毎日ですね、うん、運んでいって でこの直売所で販売してるっていう。ほんまですか。はい、あつか運ぶの好きな会社ですよねそうですね携帯そうですいろんなとこへ、はい、皆さんの手に届くところに運んでいく。そうです。そうですよね。ジュースもそうやけど、はい、そうですね、氷もそうやけど、はい、取りにね、取りにとか買いに行くのは大変やけど手に届くところまで近い距離までは運んでいくっていう、ね、意味では一緒ですね。本当に手に届くところまで運んでいくっていうのは、はい、通も毎日。そうです、毎日。それはすごくないですか。みかんを毎日運んでいる一年中ですもんね。うちではやってないんですけど、その運送会社で頼んで。あ、もちろんもちろん、はいはい、出荷しているってことやね、はい、え、そういう店舗もあるんだそうです、はい、みかんのことに関してこれね、出荷場ミニ、出荷場ミニっちゅうてもミニって言うとるけど言ったらめっちゃでかいかもしれんし、これあんまりこうね、まあ、ミニですね。ミニですなんかね、みかん専科、みかん選果場みたいなのに社会見学行ったことあるんですよ、ね、小さい時に。それを思うとめっちゃでっかい工場やったよな、まあ、自分がちっちゃかったんでね、余計思うと思うけど。そうですね、はい、でもそれ考えるとどのぐらいの規模なんかなってすごい気になるので、そんなに大きくないかなと思って思うやけど、契約農家さんから持ってきてもらったみかんをこういうふうに詰めて全国に送ったり、はい、それ以外ではみかんをこうやって実店舗で売っているっていう、ね、小売りしてます。そうですね、シーズンシーズンで売っとるみかん違うんですね。思ったら違いますね、はい、どのみかんが好きですか。そんなありますか。僕はやっぱりもう普通の温州みかんが一番好きなんですけど。好きなんですね、はい、それですね。私ねみかんすごい好きなんです、はい、みかんばっかり食べると冬になったら。あ、冬しかみかん食べたことなくて夏に食べるみかんってなんかあんまりご想像がつかんんです。今の時期でしたらハウスみかんがあってですね、美味しい、美味しいです。温州みかんのハウスで作ったやつですから。あ、全然美味しい、美味しいです本当、はい、この辺の人はみかん冬夏でも食べる。やっぱ美浜町の人は結構食べるんかな。日々あるで、そうですね、種類あるし。けど私らなんか冬になったらめっちゃくちゃみかん、めっちゃくちゃみかんご飯かっていう。手黄色くなりました。手黄色くなるんですよ。言いますよね。あんまり食べ過ぎたらあかんとも言われるんやけど、はい、や食べ過ぎたらあかんのですかね、やっぱり。あれやっぱり糖分があるんで、やっぱり1日3個ぐらいまでですかね。それちょっと3個ぐらいやったらすぐ食べてしまいますよね、そうですね、みかん。美味、はい、しいみかんすぐにペロッと食べてしまうで、はい、そうか、糖分ね。糖分があります。そういうこと考えながらね、やっぱり甘くて美味しいものはやっぱりその分そうです、ね、糖分ありますんで本当ですね、はい、そういうことも考えながら。もうでちょっとね、ここの地図ね、これ段ボール、これ箱持ってきてもらったんやけど、ちょっとなんでここにテープ貼らんだかって言ってね、場所が分かりやすく書いてあるんです。美浜町ここですよっていう、分かるかな、これ分かります、取れます。美浜町ここですよって言って、でね、結構新宮が近い、そうですね、新宮に近い、和歌山県に近いっていうことで、那智勝浦、ね、で潮岬がここ、本州最南端がここやでね。そうですね、本当に近いんです、はい、分かるかな、見えますかね、見えますかね。潮岬があって、那智勝浦新宮、ここが美浜町なんですよっていうことで、ね、で尾鷲まではちょっとまだ距離がありますね、ありますもんね、はい、で尾鷲のこっちがここやでね。そうです、はい、分かりますか、はい、地図上でね、この辺かな、紀北町、ね、なのでね、この地図が結構いいなと思って、これガムテープ貼ったのもったいないなと思ってあのこのままにしたんですけど、はい、このね、みかんの梱包に使うねガムテープがあるんですよね、美浜町に、はい、私それが大好きでね、これ勝手に話しようかなと思って美浜町の商工会が作っとんやね、あのガムテープは、はい、美浜町の商工会せで三重熊野古道商工会になったので、ね、合併して、ね、美浜町商工会の時にもう作っているっていうことで、あの紀北町商工会やって美浜町商工会やって合併して、はい、三重熊野古道商工会っていうのができたんです。で今ここでスタジオ三重熊野古道商工会でやっているんやけど、その美浜町商工会の時にみかんのガムテープを作ったんですね。これね、めっちゃ私お気に入りで、こうやってしとこうかな、こうやってしとこうかな、みかんのね、いろんなものがの、いろんな形のみかん、せやけどこれは私らではどれが何みかんってわからんで、ね、この辺は多分あのデコポンって言ってこう、うん、頭出とるやつやね、ポコンと出てる、ポコンと出とるやつやね。あの美浜町のピネ
道の駅ピネに行くと、はい、みかん全部置いてあるよね、形。そうですね、側面にこの柄が全部書かれてあります、ね、うんうん、ね、中に入るとね、みかんの形のやつ形のまんま置いてある、はい、あれが結構面白かった。これね、これかわいいなと思っているんです。私はかわいいガムテープなのでくださいって言ったらくれた宮原町みかん、年中みかんの取れる町ということでね、やっぱりみかんいいですよ ね、 そうですね、ビタミン C も豊富やし、はい、ね、はい、糖分ね気ぃつけなきゃいけないけど、糖分気ぃつける人には気ぃつけてもらったらいいんやけど、本当にね、皆さん食べてほしいなと思います。いつ来ても、冬来ても夏来ても秋来てもいつでもみかん売っとるでね。そうです、いつでもありますんで、はい、おすすめできるみかんがずっとあるで、それはちょっと食べてほしいね。食べてほしいですね、ぜひね、はい、そやけど毎日いろんなとこに出荷しとるってことはやっぱりそれは皆さん食べる、なんか季節じゃない時に食べるものって高級な感じがしません？そうですね、その時々で取れるものが違いますんで、うん、だからこう年中通して違う味をその時期に合ったものができてくるん で、 それいいですね、やっぱりその時期時期で食べるのが1ヶ月に1個ずつ違うもの食べたら12種類食べれるけど、それ以上にある、まあ、1ヶ月に1個っていうわけじゃないんですけど、ある程度期間があって、うん、まあ、かぶってるところだともう本当に4種類とか5種類とかってありますんで、そんなにあの、はい、種類的にはそしたら春先だと結構種類が豊富でいろいろありますね。みかん、一年中みかんの取れる美浜町は2、30種類にみかんがある？ 30 って言ったらちょっと多い？多いですね。20種類ぐらいはあるかな。結構な種類ある。数えたことないんですけど。本当、今度私も数えてみよう、はい、パンフレット持っとるで、はい、ぜひね、はい、数えてみたいと思います。なんかね、そのぐらいねあるんです。それで1ヶ月に1回とかじゃなくて1ヶ月に何種類もあるってことは、そうです、何種類でもあるんですね。っていうことですね。だから普通のみかんから始まって、そうですね、9月の終わりぐらいから始まって、ずっと春先で。面白いな。だけどそのみかんがずっと続くこともあるでね。30はちょっと多すぎるもんね、うん、そうですね、30はちょっと多いですけど、ね、ということは年中みかん作っとる農家さんが多いってことっていうわけでもなくて、1種類のみかん、こう1種類のみかんを作ってる方もいらっしゃいますし、うんうん、例えば3種類とか4種類とかってこう、ああそうかそうかそうか、はい、あ、農家さんによっていろいろね、それは、はい、あ、それも面白いな。なんか違うんかな、育て方とか。どうなんやろ。そうです、作業的にはそこまで変わるっていうこともないんですけど、みかんや、ね、やっぱり取る時期をこうずらしてるっていうのもあって、いっぺんに同じものがこう取れ出すとですね、うん、結構作業的に大変なんで、ね、時期をこうずらした形で種類をこういろいろ作ってられるかなって。なんかみかん、ちょっとみかんのこといっぱい調べやなあかんな、ちょっとなんか興味が出てきたみかんのことちょっと調べやなあかんなと思います。見えるようにこう年中みかんの取れる町なんです、はい、いいとこですね、美浜町ね、はい、本当にいいとこです、はい、本当にいいとこですか、はい、はい、いいと思います。そんなとこでね、ジュースを配りながらみかんも配っているというお客様の手の届くところまで配っているということでね、はい、それで、ね、奥田さんは三重熊野古道商工会青年部っていうことでね、はい、初代三重熊野古道商工会知ってるんです、はい、今初めてなんです ね、 そうですね、初代ですよね、はい、今までのじゃなくて三重熊野古道商工会青年部さんっていうことでね、普段どんなことしてもらうのってちょっと興味がある、ね、あのね、ここへ来てもらうとなんかお店屋さんとかお料理屋の大将とか来てもらうんやけど、店で話するよりもこういったことで来てもらったらちょっと危険やん、プライベートな話とか聞けて、私はちょっと面白いな、その人となりが結構面白いなと思っていて、普段そういうとこじゃなくても対話するお仕事じゃない人もいるじゃないですか。そうですね、そんな人のここ来てもらったらプライベートとか面白いこととか聞けると、あ、なんかよりなんか身近に感じてもらえるかなと思って、結構私は楽しくやって、私が楽しくやってるみたいに言うとな楽しいなと思っているんやけど、そんな奥田さん、はい、何が好き、趣味はっていうとなんか、まあ、普段も運転してるんですけど、休日でもやっぱり運転ばっかりしてます面白いね。そうやよね、はい、いろんなとこいろんなもん配りに行っとる割には、休日も、はい、運転、車の運転嫌いじゃないんですね。割と嫌いじゃないんで、国ならんっていうから、はい、嫌じゃない、はい、
本当ですか、はい、車も好き、車が好きとか言うのはない、車好きっていうよりも車で出かけるのが好きっていう感じですかね。お出かけが好きなんね、はい、あ、どんなとこ行くんですかね普段。普段は割と近場ですけど、こう日帰りでできる範囲でうろうろ車で、はい、え、目的とかはあるんですか。目的は特に決めてなくて、本当にもう出るだけ出て、面白いで寄りたいところに寄るっていう、それは家族で、家族でですね、家族で、はい、え、今日別に目的ないけど行こうかっていう感じ。まあ、家族は目的ありますけど、僕自身に目的がないもんで。あ、そうかそうか、家族が今日はちょっとここ行きたいぞって言ったら連れてもあげるし、はい、でも僕の目的はちょっと僕は走りながら考えようかなみたいな。そうですそうです、もうとりあえずその日の朝、もう計画性がないんで面白いもうそのまま出ちゃいます。いろんな人がおるな世の中には。めっちゃ計画してそれに向かって突き進んでいく人もおるし、はい、家族が言われるで、まあ、家族のためにはどこでもね、はい、行くけど、はい、それこそ家族を運んでいく、はい、けど俺は俺でちょっとなんか目的をこうドライブしながら考えるっていうでね、ちょっと寄り道かもしれない、はい、ここええなと思ったら、そうですね、寄ってしまいますね。じゃあなんかここ気になる喫茶店やなとか、気になるお店やなやなとか。そうですね、まあもう本当にこうちょっと何かあったらすぐ寄っちゃう。ああ、ちょっと見に行ってみようとか、はい、すごい好奇心、すごい素晴らしいって思います、はい、そうなんですね。そんなね、好きね、ドライブ好きやし、ちょっと好奇心にあふれとる奥田さんは、さっき話しとってちょっと盛り上がって、家具好き、家具好きですね、割と。別に家具購入するわけでもないけどそうです、見るだけです。結構ね、私ね、私も家具好きです、はい、なんかね、家具の本とかあるじゃないですか、はいはい、でね、妄想したり想像したり。そうです妄想っていうとちょっと語弊がありますけど、いやいや、妄想です、妄想大事です。妄想したりこう想像したりこうね、する本見たりとか、はい、で見に行くのも好きですね。見に行くのが好きですね。見に行くのが好き、はい、最近結構遠いところまで来ましたね。そうですね、イケアの方に。イケアに、はい、この辺にないですもん ね、 そうですね、この辺りにはないのに探してまで、はい、大阪まで、大阪まで、しかも日帰りで、はい、日帰りで絶対泊まらない泊まる時間がないっていうのもあってですね、まあ、仕事がありますもんね仕事があるので泊まれないっていうのはあるけど、はい、日帰りで帰ってくる。あ、はい、だから日帰りで帰ってくれます、ね、だから日帰りで帰れる範囲で。でも家でじっとしとんのはもうつまらんし、はい、出てきたいし、ドライブ全然行くし、はい、でだから日帰りで行ける範囲で、はい、大阪も日帰りで IKEA にも見に行って、はいはい、いろんな家具屋さん興味あったら見に行きます。行ける範囲やったら、行ける範囲で行きますね。あ、面白いな、はい、あ、でもこ和風がいいかな、洋風がいいかな、イタリア風がいいかなとか、いろんなこと考えながらね勝手に想像です、ね、想像してね、はい、本見ながらね別に買わんけど、買わないですそれは結構楽しいですよね、はい、インテリアコーディネーターの資格欲しいだと思うぐらい私も家具好きです。あ、そうです、うん、なんか並べ替えたりとかさ、それ面白いですよね、はいはい、そんなよく住宅屋さんこういう模型作るじゃないですか、はいはいはい、ああいうのに家具こうね、あ、入れてみてね、はい、楽しそうよね、あんなんね、はい、箱庭みたいな感じでね、はい、あれね、あ、そんなのが好きっていうことで、はい、それも面白いなとちょっと思いますそんなね、結構よく分かってきました。話しとるとよく分かるね。休みがないから泊まったりはなかなかできないから、ね、はい、行ける範囲、帰ってこれる範囲、疲れない範囲で、はい、こう行ったり来たりするんですね、はい、でそれがまた楽しかったり、それが楽しいです ね、はい、するんですね。そういうのでね、休日は過ごしていることが多いんだそうです、ね、そんなね、奥田さんなんですけどね、いつも皆さんに聞いています、はい、最後にね、はい、局長の好きなとこ何ですかって聞いてるんやけど、はい、初めて来てもらった美浜町なんで、はい、美浜町の方なんで、美浜町の好きなとこ何ですかって聞かせてほしいなと思うんです、はい、やっぱりみかん畑と、で、七里美浜っていう海岸線があるんですけど、あ、素晴らしい、砂利の、はい、砂利浜ですね、はい、あそこが一番好きですね。好きですね、はい、景色がいい、やっぱり、はい、みかんもちろん好きですよね、はい、みかん好きじゃないとね美浜町でグランみかんの町やで、せ、はい、やけど七里美浜、はい、素晴らしいです。皆さん行ったことありますかね、はい、なかなかちょっと
遠いのもあるね。遠いですね。ですけど、はい、いっぺん見に行ってほしいと思いますね。そうですね。一回 見ていただく方がいいかな。西里目浜素晴らしいんです。あのまま砂利浜が何キロか続くんですね。はい、ずっと熊野市の方からずっと続いている。ずっと続いている。はい、何キロ ?8 キロもっと20キロぐらい続いてる砂利浜。だからな昔でいう7里。うん、だから七里見浜っていう形になるんで。素晴らしい知識。はい、7里。一里がどんだけかちょっとわからんだけど、ね、ちょっと後で知ってみよう。だけど7里あったから七里見浜っていうことで、何キロも続いて、何十キロも何なり続いている砂利浜、はい、これはちょっと見応えあるもんで、ね、見に来てほしいですね。ぜひ美浜町に来てもったらやっぱりみかんも食べてほしいしですよね。はい、はい、ぜひぜひ、はい、ぜひぜひ、はい、そんな感じでね、いろいろ話聞いてきたんですけど、ちょっと楽しかったです、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。美浜町から初めて来ていただいたお客様なので、今日本当に私は嬉しくてね、楽しかったんです。またぜひ遊びに来てください。ありがとうございました。どうも。ではまた明日見てくださいね。